欧州車のキャンピングカーを使用する上でコンセント変換プラグを使用している場合コンセントの使用をきちんと理解していないと過電流による電気火災につながる危険性があるため使用と用途が合っているか確認する必要があります欧州車を日本仕様にしたキャンピングカーの場合コンセント自体を日本仕様に変更するのではなく元からあるコンセントプラグに旅行などで使う場合に使用する C タイププのの変換プラグをけけただけの場合がありますこの変換プラグは 250V6A の仕様である場合が多く使用上の上限値は 1500W ではあるものの実際に使用する電圧で値が変化しますので注意が必要です海外旅行の場合機材側が高電圧対応であったり変圧器を使う場合においてはコンセント側の電圧は高いままであるため 230V で 6A の場合は 1380W までが限度となるのですがキャンピングカーの場合はコンセント側の電圧がすでに 100V になっているため 6A 600W のの許容電流の場合は600が限度となりますそのため許容電流以上の電流が流れる消費電力の高い家電をつなげた場合家電流による発熱により変換プラグが焦げてしまったり。 発火する危険性があり注意が必要ですこちらは実際に過電流により変形し焦げた変換プラグです異臭がしたためすぐさま使用を停止し事なきを得ましたが確認の甘さが招いたインシデントでした600ワット以上の電力を使う家電を接続する場合は使用する電流に対応したコンセントやケーブルを使用し許容電流を上げ過電流にならない対策が必要です 欧州車のキャンピングカーを使用している場合このような観点でチェックしたことがなければコンセントやケーブルの使用を確認してみましょうご視聴ありがとうございました